初馬は2月の最初の馬の日。旧暦で1年のうち最初の馬の日も初馬には、違いないが、通常は稲荷社の祭りの日である2月の初馬を言う。初馬祭りに初馬模様でする参詣者が訪れ、これを雑説の一つとすることがある。旧暦で行うこともあり、その場合は新暦の3月となることもある。稲荷社の本社である。 福島稲荷神社の御祭神、宇賀御霊神が稲荷山へ降りた日が和道4年2月7日であったとされ、説もある、この日が初馬であったことから、全国で稲荷社を祀る。また、この日を、蚕や牛、馬の祭日とする風習もある。江戸時代には、この日に、子供が、寺小屋へ入門した。本来は、旧暦2月の最初の馬の日であるが、現在では、 新歴2月の最初の馬の日とされている。そのため、もともとは春先の行事だったのが、冬の一番寒い時期の行事となってしまった。また、2月1日から3日の節分前から当日に、かけての日が初馬となる場合もある。2月の2回目の馬の日を2の昼、3回目を3の昼と言い,い、これらの日にも祭礼を行う地方や、 二の昼もしくは三の昼にのみ祭礼を行う地方もある。初馬はその年の豊作期間が原型で、それに稲荷信仰が結びついたものである。四月初めの実の日の名の花祭りの夜と初馬のいずれかに雨が降らないと日に立た,たられるとか、初馬の早い年は火事が多いとかいう俗信もある。また、初馬の日に消防団員が各家庭を回って、 火の用心を呼びかけ、火の用心のお札を配る習慣がある地方もある。富山県南都市戸賀村の上村地区では、子供たちが藁でできた馬の頭を持って、家々を回り、家の中に上がり込み林歌に合わせまう、戸賀の初馬が行われる。各家庭からはお礼にお菓子や、みかんなどのご祝儀をもらう。昭和57年12月21日には、戸賀の初馬行事として、 国の選択無形民族文化財に選択され、平成16年7月16日には、富山県の無形民族文化財に指定されている。奈良県ではこの初馬の日に、旗雨という習慣がある。これは、子供たちが近所の家を訪ね回り、旗雨をもらうというハロウィンに似たものである。また、栃木県では下疲れを食べる風習がある。この他にも、初馬稲荷といい。 稲荷寿司を備える風習もある。年中行事時点 P633 章は33年5月23日、初版発行にし、各遺症教編東京堂出版。ありがとうございます。